ジャーネット県はアルジェリアの県の一つ。県とはジャーネット。国内最東端に位置し、東をリビア、南東をニジェールの国境と北をイリジュ県、西から南にかけてタマンラセット県と接する。58ある県の中では比較的広大な面積を持つが、全域がサハラ砂漠にあるため人口は非常に少なく約1.7万人と県では、 下から2番目に少ない。2015年5月27日に県の準県として設置され、2019年12月5日に県へ昇格した。世界遺産のたっしりなジェールが県北部にある一軍と二自治体を管轄する ABC アルジェリアアドミニストレーティブディビジョンシティポピュレーションで2020年8月15日閲覧。 2015ジャーナルオフィシールで LA レプュブリークアルジェリエン N29 2020年8月16日閲覧コンセイユデラネーションアダプションジュプロジェットでロイレラティブアエルオーガニゼーションテリトリアルジュペイズアルジェリープレスサービス2020年8月16日閲覧ありがとうございます